はい、今回は、マイクラ買ったんで、テストで、生声実況をやっていきたいと思います。ですね。買ってはいたんですけど、買ってはいたんですけど、まあ、あれです。買ってたけど、やってなかった、みたいな。そんな、買った意味があったのか。1ヶ月ぐらい放置していたけど、買った意味はあったのか、みたいな。そんな感じです。ゆっくりの方はまた、まあ、進めているデータの方でやろうかと思っています。進めてない方は生声でやらせていただきます。はい。そんな感じです。生声と、生声とゆっくりっていうのもありかなと思ったんですけど、あれです。あ、ちょっと待ってください。音をちょっと小さくしました。音、なんか変な音が入った気がしますが、まあ気にしません。この実況は、あれです。生声もゆっくりも共通してなんですけど、一日経つまで、一日が終わるまで、プレイしていくスタイルです。なんで、海とか見つけたら、見つかりたくないがために、水の中潜って逃げてたりし、そういう光景がもしかしたら見られるかもしれません。まあ、海を見つけるまでですが、できるだけ早くベッドを作りたい。一日は我慢してもいいけど、できるだけ早く作りたい。できるだけ早くベッドが作りたい。もうね、マイクラはもう、匠が怖いだけ？匠以外はもう、なんでもない、みたいな。エンダーさんがおるんじゃった。忘れとった。エンダーマンは殴っていくっす。むしっていくスタイル。あ、やべえ。エンダーマンさんはむしっていくスタイル。ボタン間違えた。オンライン通信はやる気がないですけど、ねえ、通信してやろうとは思っていません。はい。まあ、そんな感じの実況です。生存報告を兼ねてみたいな感じ。まあ、敵が、サバイバルだけど敵がいなければどうということはない。一日が終わるまでってさ、これもしかしてベッドがなかったら、あ、うん。作るか。で、1、2、シット。よう。作業台。でってでー。
応ね、まあ一応ね、とか言っときながら、言っときながら、鶴橋を作るっていう機構に走ったり、いざとなったら鶴橋で殴るみたいな。ゴー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 。超重いんだよね、パソコンが。知らないけど。まあ、関係ねえよっていう人も多いかもしれないですけど、豚さん見つけんといけん。勝つ。あ、危な。豚見つけんと、食卓事情が。いつも食卓事情が。ではないか。あれ、前進んでねえし。やった。やったー。やった。水の中を、あれ、クマがおる。いやいや、おかしいおかしい。もう、水の中をさまよう必要はないみたいだ。おら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 。あ、落ちるな。あー、落ちたー。生存を確認しました。直ちに排除します。あー、なんで落ちる。どこ行った、どこ行った。あ、もっとったし。なんだそりゃ。1日ぐらい水さまよったっていいかな。ぐらいね、夜にさまよう動画もいいんじゃないかな。おら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 。お、これはいいぞ。ここはいいぞ。来た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 。これいつか掘り当たる落ちていくパターンとかも考えられそうだけど。そんなことはないと思うけど、もしかしたら、捕虜るうちにドーンって線をしてバーンってなる可能性が。何を言うんだろう、小学生にそんなこと言わんぞ。ドーンとかバーンとかも小学生やん。自分で言っといてなんだけどな、ほんまに。町山。動物愛護団体、知らねえよ、このまま。あのね、ゆっくりの方はね、村から始まります。なんでかっていうと、多分ツイッターとかで見てる人はわかるんですけど、動画データが消えちゃって、また消えちゃったんですよ。東方自然湯に続き、また、撮っていたはずのマイクラデータも、はい、消えました。だけど、まだあれは1話しか撮ってなかったから、別に村から始まってもいいのかなとか思っとったり思ってなかったり、始まったり。思ったり思ったり。あ、ちょっと待って。あ、やばい。やばい。やばい。あ、ね。さまよっか。
があるじゃないか。あれ、下から上に上がらねえぞ。水の中をさまよう動画パート2、あ、パート2だよね、パート1だよ。こんな動画もいいのでは。ただ夜が明けるまでさまよう、そして水路をたどって運が良ければ運よく村を見つけるみたいな、そこまで、そこまではいかんか。そこまで行ったらもう奇跡の域を超えるよな。これサナエさんになっちゃう。そんなことしちゃったら俺サナエさんになっちゃう。やべえ、夜が明けるまで、あれあれ、この水路たどれば海に行くと思ったんだけど、あれ、まさかこの水路、あー、ダメみたい。よしよし、水に沈もう。擬態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 する。水の中に沈んどきゃ、水の中に沈んどきゃなんとか生き延びれるっていうのはあれで検証されたから、あれっていうのは一回テストでマイクラをやった時に検証済みなんで、次は鳥さんを逆、うわ危な危な、スケさんが悪い。スケさんといえばカクさんだろ。カクさんなんでおらんの。なんでスケさんがおって賀来さんがおらんのや。五郎子が泣いとるぞ。スケさんおるんなら賀来さんおれや。やべえかもしれん。ボン。こんにちは、こんにちは。ありがとう、ありがとう、うさぎ。魔法の言葉。まあ、これは言ったらいけないやつなんかもしれん。もしかしたらね。多分ね。多分ね。知らんけど大丈夫。え、危ない、あ死ぬかと思ったじゃん。ボン、危な、危ねえよって言って、あ、線香、あー、おら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 、やべやべやべ、調子乗りすぎだ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 。てってんてん、調子乗りすぎました。はい、大丈夫。俺が今持っとった道具は補給できるから。え？え？怖いよ。いや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 、動かない。超絶に重い。いや、羊がおったはず。そう。え、なんかおるぞ。うわぁ、逃げろー！超絶逃げろ。
超絶に逃げろ。あ、逃げろって。あ、ジャンプができん。うわ、やだ、まだ死にたくない。ごめんなさい、スケさん。拡散とか言ってすいません。やめて、スケさん。スケさんって剣の名人じゃなかった？スケさんって剣の名人だよね。いやだ。そんな。まだ死にたくないよ。もう一回死んでるけど。うわぁ！なんか俺は！怖い怖い。キモいキモい。キモい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 。うわぁ！逃げろ、うわぁ、いやぁ、水に逃げれば勝ちなんだ。水に逃げれば勝ち、それ一番言われてっから。朝まで耐えろ。うわ、なんかおる、なんかおる。この水、この水路はまさか。うわっ、怖っ、怖えよ。匠に人、匠来るな、絶対に近寄るな。ポンポンポン、大丈夫、俺は人生というものを諦めた。また羊ぐらい探せばいいさ。夜じゃねえか。夜の田の中じゃねえか。やだ、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 やだ。こんな奴らから逃げる。誰が水の中にいれば勝てるって言ってたんだよ。負けてるじゃねえか。一回死んでるじゃねえか。逃げろー。はぁ、あ。負けてるよ。誰が水の中に逃げれば勝てるじゃん。負けてんじゃねえか。頼む。あ、夜が明けてきた。来たー。コンパートは二日行きたいです。絶対に許さんぞ、スケさん。スケさんとカクさん、絶対に許せ。なんだよ。うわぁ、逃げろー。スケさんとカクさんと、スケさんとカクさんは、うわ、ゾンビさん。ゾンビさんチース。ゾンビさんチース。やべえよ。トラウマだ。長い動画になりそうだけど、いいわ、ほっとけ。どうせエンコードする、どうせ編集するの、編集せんといけんのです。超絶長い動画も
たまにはいいかなっていう。ね？ね？どうせ圧縮せんといけんのです。昨日の夜パートだけ、直接カットっていうことも考えられるで。ネタにはなるっけ、聞いたけど。ネタにはなったっけね。フラグ回収はもう見事だったよ。お見事というまでの。あ、しかった。ほい。また今日も、今日は、羊を殺しに行く。羊狩りだ。いや、怖えよ。おい。まあ、ええんだけどさ、あれだったっけ。まだよかったよ。何も作ってなかったっけ。で、土台をさ、怖いわ、後ろからポーンなんて。なんなん、俺はフラグ立ててないぞ。ちょっと、なんで俺は2回もフラグ回収させられとんの、おい。なんかフラグ回収を2回もしたみたいな感じだったじゃんか。怖えよ。怖えっていうか、すげえ悪い。ほんと。ある意味すげえよ。まあ、どうせ今日、デキチャケモンなんてでっかい海に出て、その海の中で、競争しとんよ。いつもはね。だけど、木取るの集中しすぎて、海を探してませんでした。はい。自分のせいだ。くそ。土台を2個も無駄にしちゃった。後ろからのクリーパーの襲撃は怖いわ。誰があんなことを予想したか。こんな死んだこともないで、本当に。クリーパー後ろから襲撃なんて、怖すぎるわ。バイオより怖いわ。どのバイオハザードしよう。わぁ、その子がいっぱい。おっ！神様は俺に、神様は俺を見捨てていなかった。神様は見捨てていなかった。やった。神様は俺を見捨てていなかったんだ。おお、神様。あ、しまった。いいか。何も見捨ててないわ。神様は俺を見捨てていなかった。神様。あ、違う。神様よ。僕を見捨てていなかったんですね。精神誠意。あ、しくった。あ、しくった。キャッチ。キャッチャーリリースっていう言葉。いざ突撃！フリーだ。つか、なんです。いざ突撃だよ。やらかした。セッティング。一番。でででででで。あれ、おらういーよし、痛め。あれ、いざ突撃。やったー。怖い。いざ採掘じゃねえよ。
フリーよ。大事なこと忘れとった。あ、違う。大事な俺のベッドちゃん。俺のベッドちゃん。もうやだ。もう死ぬのもゴリゴリじゃ。誰だよ。誰だよ。誰だよ。ほんまに。フラグなんで立てるやつ。ほんと1回目は後ろ、1回目はスケさんに囲まれるわ。誰だよ本当にフラグ立てたやつ。俺はフラグ犬、俺はフラグ、誰のフラグを回収したん。回収しちゃねえんだ。その辺を覚えていただきたい。あーすごいや。いいね、いいね、こういうの、いいね、こういうの。逃げ延びて俺は終わるはずだったんだよ。そしたら見事なまでにフラグを回収しちまって、最終的には俺はバカなことをしてしまったっていう。なんかね、あれだね、マイクラでフラグを立てちゃいけないね、ほんとに。やべえよ。フラグ建築士兼フラグ回収士には、え？あ、ビビった。なんだったな、鶴橋が。足りねえし。ちょっと待って。ほら、原木がさ、ちょうど足りた。よし、ここで1にランクアップする。それが、もう俺はもう、一級探索士やっけ。もう一級探索士やっけ、しょうがないわ。よし。おら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 、おら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 。うい。あ、夜になってきた。よし、今回はもうこれで終わろう。セット。
こういう遊びをね、やるのが直樹さんです。うぜえなと思ったやつ、人も、やつって言っちゃいけんじゃん。うぜえなと思った人もいるかもしれないですけど、もう、トラウマ。うん、トラウマ。あ、来た。夜になるまで寝れません。あー。おはようございます。はい。ですね、今回は、ここまでにしたいと思います。あ、待って。その前に。ひげ、ちゅって。ペット回収しとかなきゃ。今回はここまでにします。ご視聴ありがとうございました。